今僕に何かついてたりしません？大丈夫ですか？なんか重いですか？左膝と右肩が痛いんですよ。何かついてたりしません？右に女の人が、あ、マジでいいんですか？ちょっとこっから、こっからもついてこないように一旦違う気を強くして逃そうという方向性でいきましょうか、はい、あ、お願いします。ちょっと、はい、すいません、はい、うん、別のちょっと気を入れますね。はいはい、うん、はい、OK です。デイトナインターナショナルチャンネルということで、本日も MC 国沢です。お願いします。漫画家の、うん、あ、漫画家の伊藤美香です。よろしくお願いします。お願いします。ということですね、はい、ここは一体どこですか？すごい暑いけど新スポですね。めちゃくちゃ気持ちいいですよ今。そうなんですよ、はい、まさか昼間に来ると思わなくて、はいはいはい、はい、これまあ言うても昼でも幽霊っていうのはもちろん見えますもんね、うんうん、関係なく見えますもんね、まあ、いたら見えると思うんですけど、はい、その人たちが要は来た時間帯にいることが多いですよね。あ、なるほどなるほど。やっぱり、うん、確かに。だ、例えばここが、何の名所でしたっけ？ここはですね、そうですね、あの鹿児島県民の方が知る人ぞ知る自殺の名所。なるほど。というわけで、まあ、昼でもね、今から見るんですけど、このように人通りが少ない、うん、このダムのある橋の中でも、うんうんうん、なのでそうなってるのかなと思ってます。確かに。なんかダムとかそういう、うん、こういう水回り、水辺にはさ、なんか幽霊多いってよく言われるじゃないですか、うんうんうん、これはほんまにあるんですか？それこそ飛び込みやすかったりするんじゃないですかね。なるほど。だからどっちかというと身投げした方々の霊がそこにいるっていう感じですね。ことも多いし、あとは歴史的に何々淵とか昔あった場所っていうのは結局昔からそういう場所で、たまたまダムができて、たまたまなんか引きずられて多くなったりとか、そういうのがやっぱこういう山あいの渓谷ってちょっと高低差があるから仕方ないのかなと思いますね。はいはいはい、と今から見に行くんですけれども、はい、覚悟を決めときたいんで、はい、先に聞きたいんですけれども、はい、これヤバい度はどれぐらいですか？夜来た時にはちょっとそのなんだろう、攻撃的な、うん、なんか女性の方がいたので、私たち慌てて逃げました。その時は逃げるレベル、あのね、すごかったんですよ、はい、ずっとなんかうろちょろしてて、はい、そうしたら橋桁からカーンって鉄を叩く音がして、うん、それがだん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 こう橋の端っこがカン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 って近づいてきたので、これはまずいかもしれないと思って慌てて退去した過去がありますね、ここは。そう、先生的には近づいてくのも見えてるってことじゃないですか、うん、いや、そのね、うん、さっきまでそこにいた緑色の女の人がいなくなってからそれが起こったんで、うん、なるほど、うん、うわ、怖っっていう場所ですね。今めっちゃ明るいですけどね。ちょっとじゃあ立ってた場所とかもちょっと教えてもらいながら行きましょう。はい、行きましょうか。ここなんですよ。これあれだ、 馬の乗るやつだ。あ、そうですね、はいはいはい、なんだっけ、クラクラですね。ああ、ちょっと下見えなかったけど、うん、そう、高っ、うわっ、高っ、高っ、これはちょっと覗きましょうか。そうですね、わあ、夜来たからこんなとは思わなかった。むちゃくちゃ高いやんこれ。ちょっと待って、これは高い、無理、え、無理、あ、怖、無理だこれ、え、よく見つけたねってよく見つけましたね、これ、ここからね、わあ、これ無理ですね、行ったら最後だ。怖っ、これは、これは怖い、驚いた。前は、はい、いた時はそこに覗き込んでる、うん、はいはいはい、緑色の人がいたんですよね。今はいない、今はちょっと見えないけど、はい、なんだろう、もしかして私がこうなんかこう、うん、霊感を発して歩いたらそのうち出てくるのかな。なるほど。ちょっとごめんなさい、むちゃくちゃわがままですけど、はい、どんな感じで覗いてたかとかいけます？そうですね、うん、
憑依されないですよね先生。あ、大丈夫だと思います今いないんで、はい、もうこんな感じで、覗いてて、その時も声かけたんですけど、はい、もう全然多分聞こえないかったんだと思う。なるほど、うん、もう自分の世界に入り込んでるという感じなんですね。そうですね。いや、俺憑依されそうやななんかやってみると分かるけど引きずられる感ありません？マジっすか。ちょっと頭が痛くなるっていうか。ああ。ありますよね。ちょっとなんかあっち覗くんと全然違う感じがしますけど、なんか。そう、なんかだからこっちなんでしょうね、幽霊的にも、うん、幽霊的にも。なんでこっち選ぶんだろう。なんか分かんない、分からん、錯覗かもしれないですけど、こっち覗くときと、うん、なんかクラッとする感じが違う感じはするんですよね、うん、なんかで、あ、違う、あるのかもしれない。なんか負が漂ってるんですかね、あっち側。なんか見るか、じゃあ誰かが教えてくれるかなって探してみようかな。ちょっと誰か見つけたらちょっとこっちで姿が見えるか分かんないけど、誰かの思念が捕まえたらその人に聞いてみようかなっていう、はい、分かりました。早っ。いや、ちょっとここに残ってる、はい、亡くなった方たちのなんかこれ人じゃなくて思念なので、うん、あの大体がこう来ますよね、うん、こう来て怖くてこう戻ってで、こっちなんですって。あ、ってことは一回見て見て見て、そう、一回ぐるって見てなんとなくで、まあ戻ってきて。そうです。でももう行くって決めたし行った方が楽だよなっていうのでこの辺なんだ。そうみたいです。で、その多分その念が多いので、はい、私たちもあの時もですけどこっちから来たんですよ。で、今日我々スタートデートナさんスタッフさんもなぜかこっちから来ましたよね、はいはいはい、きっとなんかこうルートが決まってるっていうか、はあ、あるのかもしれない。もう心理的にあるんでしょうね。でもなんかあるんだと思う、うん、なんかあっち側からなんか行くとなんか一旦彼女たちの気持ちのああ行ってこう行くと何か気持ちが分かるかもしれないんで行ってみますか。行きましょうか。そうですよね、まあ、多分こっち見ながらっていうことですもんね、うんうん、多分夜本当に見えないんですよ、うん、余計なんか闇に引っ張られる感とかもあるんかもしれないですよね。なんか何かの感覚なんだと思うんですけど、うん、なんでだろう、なんでこっちなんでしょうね。うーん、この辺まで、あ、ダメだっていう感じなんやろな、ちょっと怖いなっていう。あー、なるほど、わかりました。なんかわかりました。はい、多分2車線道路かなこっちは、うん、なんかそう、こういうとこ来ると、うん、亡くなる人のこう追体験をするんですよね、はい、結局。なるほど。そうですね、こっちは2車線だ、こっち2車線ですよね。2車線ですね。はい、うん、こっちの方が綺麗なんで、本来だったらみんなこっちから来るし、そうっすよね、こう入っていきますよね。多分その、まあ、ここにいる霊的霊な方はあっちから来て歩きますよね、はい、多分そこまで来ますよね、うん、多分それでもこっち車通るんですよ、うん、それを見るとなんだろう、現実に戻んなきゃいけない。あ、で、私現実に戻りたくないからここに来てるんだってまた思うんですよ、うん、それで引き返すんです。なるほど。そうだ、私現実にやっぱ戻りたくないって言って今引き返すとっていう感覚、はい、で引き返すんだと。ここまで来てない、多分あそこら辺で車を見かけて、はい、そのあ、現実社会がすぐそこにあるっていう、はい、
感覚に陥るんだと思うんですよね。ちょっと今僕に何かついてたりしません？大丈夫ですか？なんか重いですか？左膝と右肩が痛いんですよ。何かついてたりしません？左右、はい、そうですね。右に女の人がちょっと、あ、マジでいますか？逆にこういう感じでいますですね。今ついた感じですか？ここでじゃないかな。なんか精神的に頼られやすいのかもしれない。メンヘラに強いっておっしゃってたんで。そうです、メンヘラホイホイですね。多分そっち系の人なんか言って書きます。なんか、あ、書いてもらっていいですか？マジで。え、いや、なんかマジで、いや、よかったよかった、よくはないですけど、うん、ほんまになんか急に痛くなってきたから、老いなのか霊なのかが分かんなくて今。分かりやすくこう、うん、こういますよね、これで、はい、まあこっち側がこうです。そうすると、あのこの肩にこう手を乗っけて、うんうん、なんかこういう感じで、ここ正面です。え、正面にいるんですか？そうですね。こう、なんかこうしなだれかかってるようなこんな感じで。ここにいるってことですね、じゃあ。そうですね。すごい言ってることが尻滅裂で。うん、まあ、引っ越したい、苦しんでほしい、辛いっていう、なんかあの誰に対しての主語がないことをずっとわーってこう感情的になって言ってますね。いや、大丈夫かな。と多分出れば取れると思う。取れます。なんか僕もさっき社内でもトークしてた話で、前の彼女が電話で単語言ってくるみたいな、私は友達が、はいはいはい、ああそう言ってます。全く一緒の感じなんですよ、その尻滅裂で。尻滅裂ですね。でもあのここにいる人だと思うんで、ついてこないと大丈夫だと思います。はい、本当ですか？多分こっち来てから なりましたよね。あ、そうそうそう、あの渡りきるちょっと前ぐらいです。多分あの現実に戻りたい、このその人の考えだと現実に戻りたくなくてしがみついてる。ああ、ほな反対向いていったらまた離れてくれるってことですね。いや、多分みんなに同じことをして、きっとそれが女性だったり弱い人は同じ気持ちになっていけるんじゃないかな。なるほど。彼女が国沢さんについた理由は、私よりも持ってきやすいから。ああ、そういうことですね。うん、そういうことですね。まあそれはなんとなくそういうことですねっていうあれもあれなんですけどいや、もうなんかもう歴代の感じではちょっと自覚はあります。そうなんですね。はいはいはい、そう、こっちは連れてけないな、はいはいはい、こっちならなんか分かってくれるかも。なるほど。分かってくれるイコールなんだろう、同じ道を歩むかもみたいな。なるほどなるほど、ついてくるかもっていう感じですね。そうですね。この中やったら俺か。戻りますか。戻りましょう。この人？そう、多分戻る時に怒るかも。前もそうだったんですよ、ね。え、何歳ぐらいですか？いや、顔かなんかこうしてるから、うん、30代ぐらい。じゃあ同世代ぐらいか。そうですね。もうちょっとで離れてくれる気がします。多分そこで彼女はずっとルーティンで飛び込むんで、はい、それで離れる。あ、なるほど。かもしれないですね、もしかしたら。なんか音がまた聞こえた。前もそうだったんですよ、こう言ってこの時に音が聞こえて、うん、ちょうど ここの時にだったんで、はいはい、え、すごい、今いないでしょ。います？今大丈夫かな。こっちも平気かな。ちょっと探るか。マジで初めてです、この。あ、今もう言わない方がいいな、これ。あまり飛び込んだの。いや、うん、ここに来るとあそこにしがみつく。ああ、なるほど。のかもしれないです。あ、じゃあその緑の人の正体みたいな感じでもあるんですか？同じ人か似たような人かちょっとわからない
ですね。ただ夜だったんでちょっと発光的に見えただけかもしれないんですけど。君か。そうね。うん。他の人って見えるのかな。他の人。でもこの子がだからずっと成仏できなくてっていうのが一番問題なんかもしれないですよね。そうですね。多分、うん、家族がきちんとやらないと、うん、彼女自身では、うん、さっき言った私が説得できるぐらい話ができないと、うんうんうん、私じゃできないんですよ。どうしようもないっていう。どうしようもないんで、ちょっとそのきちんとしたとこにあげてもらうしか方法はないですかね。あんまりここにいるのも良くないかな。あんまり良くないんだ。そう。で主にこのなんていうの、その、ね、言い方は悪いけどメイン的に言い張るのはあの方ですよね、うん、じゃあこの発信では。そうですね。なんかその思念が強いですね。それもあってか名所になったのかもしれないし。なるほど。だ洋服的に洋服着てるんで、うん、そんな古い時代じゃないので、まあ、橋ができたことに関係するのかも。いつできたんだろう。多分橋ができた時ぐらいの方なんじゃないかな。ああ、もうじゃあ結構だ。だからこの方から始まりみたいな感じなのかもしれない。もしかしたら、うん、新瀬橋。あ、ここ書いてるっちゃ。平成6年だ。なんかやっぱ新しいよね。なるほどね。へえ。平成6年って言ったら、平成6年だ。前だ。結構前ですよね。平成。30年。はあ。なんかあったんだろうね、30年前に。はい、はい、ということで、まあ、往復しましたけれども、まあもしかしたら前回も先生が見たこの子。この人は多分、まあなんか、さっき言ったけど、ちょっと霊感を開くと、寄ってくる人に合わせるんですけど、はい、多分毎回に同じ方なのかもしれない。なるほど。うん、でしばらくの間僕にこうついてきて、そうですね、尻滅裂なこと言ってた、うん、感じですね。うん、そしてまた同じことを繰り返すって方、ちょっとかわいそうって言えば。そこから抜けさせてあげたいなとは思うんですけど、ちょっと話ができないとね、ご家族の方が頑張んないといけないとこですね。だからこう、結局こう一人ぼっちになってこう辛い思いして死を選択したのかもしれないから、なんかこの感じだとなんかご家族もそんなに参ってないんだろうなっていう、そうですね、それはちょっと考えちゃいますね。ちょっと、はい、まあいつになったら成仏できるかわかんないですけれども、この、まあ、僕にちょっとでもなんかこう歩み寄ってくれたっていうことではい、あの情報をかけすぎないように。ん？情報をかけすぎないように。そうですよ。今もう乗っかりかかる今、そうですね、今ね戦ってます。今葛藤してます。デイトナさんに名前つけてあげてくださいって言われて、でもつけると俺なんか厄介なことになりそうなっていうカットが、やめた方がいいかなそれは。危ねえ危ねえぞよかった、ギリギリ止めてくれて。危なかったぞ今。はい、あれですよ。よかったよかった。ということで、まあちょっとまだいらっしゃるということで、まあちょっとあんまりメンタル、ね、現れちゃう。普段はいないんですけど、やっぱこう何かのきっかけにこう現れて同じことをしてる可能性が高い方かな、ね。でもしかしたらこう本当にメンタルがちょっと弱っちゃってる人が遊び半分で来ちゃうと、そうですね、引っ張られてしまう可能性もあるんで、本当に危険だなと思うんで、まあこう遊び半分では来ない方がいいかなっていう、危険度は高いかなっていう気はします。はい、ということでちょっと他にもおすすめの場所があるということなので、はい、またじゃあ次回行きましょう。次回お願いします。はい、ということで、はい、デイトナチャンネル登録お願いいたします。お願いします。はい、ちょっとここからもついてこないように、一旦違う気を強くして逃そうという方向性でいきましょうか。はい、あ、お願いします。すいません、今ついてはないですか。あ、ついてないんですけど、はいはい、あの後に思い出したり何かした時に、はい、この道がついてきてこれないように。おー、なるほど。うん、
ちょっと、はい、すいません、はい、うん、別のちょっと気を入れますね。はいはい、うん、はい、OK です。 OK です、ありがとうございます。はい、ちょっと分かんないと思うけど、多分車に乗った後ぐらいからちょっと分かるかな、はい、気がすると思います。今のところちょっとだけ舌打ち出そうなぐらい痛かったぐらいです。ああすいませんごめんなさい、意外と痛いんだなと思って意外と痛いです、うん、別の気が、はいはい、入った気が感じがしました。今のところまだ何も感じないけど痛いです多分、はい、あ、意外とパワーあるんだっていう感じすいませんでもあと後に感じるんかな、離れれば離れるほど、うん、多分感覚的にちょっと遮断する、はい、彼女が好きなこう、うん、気の流れを切った感じですね今。あ、なるほどなるほど、うん、です。だからもう距離を置いてくれたっていう感じです。じゃあ距離を置くように、うん、どっちかというと別の人ですよっていう今振りをしてさせてる状態で。あ、なるほど、うん、僕じゃないです。あの僕はもういませんみたいな。あ、なるほどなるほど。って感じです。あ、じゃあ気づかないうちに帰ろうって感じだ。そう、気づかないうちに帰りましょうっていう感じですね。なるほど。フェイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、UFO、宇宙人に関する情報など下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。